ではそろそろ起きてやろう。慣れだよ慣れ。いや、今日は食事の時間が惜しいのでな。これだ。栄養分の補充ができれば問題ない。無駄にしてしまうな。悪いとは思うが。さて、もう行く。保健室。眠い。よくあんなのと喋れるな。ああいうのは黒木の対象外だ。見た感じはいいからもったいないけどな。
ほどまでは黒い箱でしたのに、何でしょうこれは。わかりましたわ。私も何度か見に参りましたのよ。映画でございましょう。初めて見たときは驚きましたのよ。写真が動くなんて素晴らしいですものね。私が見たのはこんな綺麗な色がありませんでしたけれど、本当にすごい方だわ。知りなんでしょう。ますます尊敬いたしますわ。はい、これはテレビなんですね。申し訳ありません。私、物知らずで。起きてくださいませ。いってらっしゃいませ。こんにちは。また本屋？最近勉強かね。あさみ、来たわよ。はい、一回。
遣い日だからいつもよりお行儀がいいのよ。あさみ、きちんと片付けしてよ。やるのよ。もちろんやるよ。だからごめんね兄ちゃん、せっかく遊びに来てくれたのに、あさみ今日は遊んであげらんないよ。うん、頑張る。なの、夏が近いし今年は林間学校もあるから欲しいものもいろいろあるんだと思うわ。あやめさんの様子はどう？大変ね。あ、これお土産。幽霊とはいえ女の人と暮らしてるんならやっぱり部屋に花ぐらいあった方がいいんじゃない？いい香りでしょう。手頃な花瓶もあるからそのまま持っていきなさい。香りもいいし、昔のお嬢様ならお花とかも習ってたでしょうし、喜んでもらえるんじゃないかしら。匂いがわかるのかしら。そうね、花が嫌いな女はいないって言うしね。花持ちがするようにこれを水を変えるたびに一滴ずつ花瓶の水に入れてね。あっという間だったようですね。すいません。どうして気づかなかったんだろう。私ったらバカだ。
様、どうやら追加公演があるらしいですよ。本当？予約できますか？直接電話予約だけらしいですけど、チラシ持っていきますか？ありがとう。このポスターもらえないかな。そうだよね。夢中で考えなかったよ、私。クリスティーナ・ゴラムよ。だってすごいんだよ。まだ13歳なのに天才少女なの。歌も踊りも演技もピカイチでね。ビデオで見ただけなんだけど、なんかこう、とにかくすごいのよ。天才子役でいろんな舞台に出てたらしいんだけど、去年主演したのがすごくてね、一躍世界のミュージカルスターになったのよ。シングルバードって言って、歌の才能を見出された孤児が大人に利用されていくって悲しいお話なんだけど、その歌がすごくて、怒ってたり切なかったりを歌だけで表現していくのよ。ほら、愛を知らずに育ってるから無表情なのよ。けど全部歌が感情を表現していくわけなの。英語で意味わかんなくても感情だけはすっごくよくわかっちゃうの。すごいでしょ。すごいよね。すごいんだから。あんな風に歌えたらいいな。それで演劇部にスカウトされたんだ、私。でもさ、私上がり症じゃない。カラオケボックスならともかく舞台でなんて歌えっこないって思って断ったのよね。でも部長が諦めずに誘ってくれて、でビデオ貸してくれたの。人ってあんな風に歌えるんだなって思った。なんかすごく感動した。それでね、ちょっと頑張ってみようかなって思ったんだ。友達そういう意味じゃなくて、もう…なんかちょっと違う…7月4日売りだって。電話予約手伝ってくれるよね。
手伝ってくれるよね。あ、あやめさんに起こすの頼んでおこうかな。ところで、はいじゃなくて、本当に大丈夫？あやめさんと仲良くしてる？なんか信用できないのよね。あなたって軽薄そうだし。ナンパがそうじゃないの。ナンパって何でしょうか。女の子に見境なく声をかける、最低男の無責任な行動よ。誤解も何も、何よ。女の人に声、ご親切なんですわね。違うって。
嫁さんに免じて許してあげる。幸いあなた嫌われてはいないみたいだし。でもね、もし彼女を困らせたら承知しないから。はいは一回。さて、用も済んだし、私はもう帰ります。それじゃあ、エメさん、またね。洗濯の道具ですね。わざわざ私のために持ってきてくださったんでしょうか。なんか鍛えてるのか？来てもらってる？時々うちに？それだけ聞くとちょっと怪しいよね。まあそうだろうけどさ、お前んとこで何してるんだ？そうだ、私も見に行っていいか？みなみがどんな修行してるのか見てやるよ。修行したいと思ってたんだ。